ね、なぜさ、あるかなと思ったら道ないね。そこの採石場に行く道だから、こっちに行く道あるかなと思ったんだけどね、ございません。あっけなく帰っちゃったという。これがどうか、はい、はい、そこから入ったのね。そこから上がってきてぐるっとまで来たんだけど、意外に開けなかったという。
うわすごいねこれ。竹がすごい、竹が。ちょっとなんかね、綺麗に撮れないね。先ほどここは上がったんですね。ここは上がってぐるっと回ってきたんですけど、すぐ帰ってきちゃったもん。もうちょっと距離払って、測ってから来たらよかったね。山影、秋の景色が美しい欅の森山影だって、そんなのどこにあるの。ほれどっこい。ちょっとイチョウの木をちょっと取りましょうか。山影ってどこやろね。行ってみないとね。日野上小学校前、豚だね。豚じゃないか。こんにちは。紅葉が美しいそうな、その山影というね、あたりはどのあたりになるんでしょうか。山影、三栄、はい、ここら辺が三栄なんですよ。あ、そうですか。で、ここを今見に来てもらってるイチョウ、樹齢が大変長い、はいはいはい、ここね、これが有名ですよね、テレビでやってましたけど、はいはい、これと、それとですね、はいはい、ちょっとこれ以外でいきますと、若干その、ああいう造林してあるところは常緑樹ですから、あまり見栄えが良くないんで、そのもう少し神行かないと。向こうですか。そうですか。何キロぐらい。いや、ちょっともう10キロぐらい。いや、わからないです。ちょっと私、はい、ここの、あ、ここに住んでおられないんですね。まあ手伝いで来てるんで。ああ、はい、そうですか、はい、もしね、はい、お家にインターネットを取っておられたら、はい、こんなんやってますんでね、また検索してみていただければ、はいはい、と思いますが、はい、ちょっとありがとうございます。今日はこのあたりをちょっと散歩しまして、はいはい、どうぞ。もし記念写真1枚お撮りしましょうか。はい、すいません。はい、はい、今日も元気で頑張りましょう。はい、はい、あ、撮りました。ありがとうございました。
これもイチョウですね。もうちょっと行かないとね、ちょっとずっと増林してあるんで、増林してあるんで、増林してないところまで行かないと紅葉は綺麗じゃございませんよという話でした。三坂井って言うんだって。うわ、大変だこれ。こんにちは。ここから入れませんね。こんにちは。この中は歩いて入ってもいいんですか。中いいですよ。あ、そうですか。車はどこ置かれました。車はあれです。ああ。すいません。すいません。ありがとうございます。三坂へ。紅葉が美しい三坂へ。ちょっとぐるっと待って10枚ほど撮りますかってね、このイチョウの木を10枚ほど撮りますか。まだ向こう行ってまた帰ってくるかな。また撮るね。あれがいいね。ちょっとね、構図が難しいわこれ。おっち、ちょっと向こうから撮ってみる。向こうだよね。そんなにものすごい太いいうこともないと思うんだけどね。いや、これはいいんだ。これは、これはいいんだ。これはちょっと、こっちから撮るのがいいのか。